こんにちは。今は私、日本にいます。なんちゃって、タイにいます。タイのシアンマイです。タイのカフェでとても日本っぽくて、めっちゃ可愛いです。日本にいるみたいな気持ちですね。ここはカフェ、2つ3つくらいがあります。自分で選んで入ります。ただ最初が、ここに入る前は、70バーツ払って、それからワンドリンク、どこの店でも無料でもらえます。私たちはここにします。すごくおしゃれです。注文した飲み物をもらって2階に行きましょう。やっぱりタイは日本ブームになってますので、もう雰囲気が全部日本っぽいです。飲み終わったら下の方でいっぱい写真撮りに行きます。最後、ここに来た人はこういうビデオを撮ります。これから友達がおすすめカフェに行きます。じゃじゃーん、着きました。このカフェも日本っぽくておしゃれです。やっぱりタイは日本ブームですね。パンも日本のアンパンマンじゃないですかね。もうこの雰囲気は好きで落ち着きます。ドリンクもらったので2階に行きましょう。もう気持ちは日本にいるみたい。楽しい。今日はここまでです。見てくれてありがとうございます。